こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは大変レアですね、ぜひチェックしていただきたいです。ズミキロン 50mm の、チンドタイプスクリューマウントなんですけれども、その中でもですね、非常にレアなこう黄色い、この多少レンズにアンバーがかかってますね、トリウムというですね物質がこう配合されているいわゆるトリウムレンズになっておりますね。ズミキロン 50mm のトリウムレンズですけれども、その中でもですね、さらにちょっとレアになってきます。アンダーミリオンと言いまして、こうですね、100万以下の、ナンバーが付けられているシリアル994152の、ですね、1952年の製造、ズミキロン 50mm トリウムレンズになっておりますね。トリウムのレンズはですね、この頭のですね、数字が102とか104とかを、確認されているんですけれども、こちらのアンダーミリオンですね、のレンズは非常にレアで人気の高いバリエーションとなっておりますので、ぜひですね、お早めにチェックしてください。はい。では外観から見ていこうと思います。ご覧いただいてます通りですね、外観も綺麗ですね。目につく擦れ当たりとか凹みとか、こう見られない状態ですね。ローレットの摩耗とか、メッキの剥がれなども見られない、こうピカピカですね。非常にいい状態だと思います。マウント部分も、綺麗ですね。で、フロントから見ても落下して歪んだりぶつけたり擦ったりしたような跡は全く見受けられないですね。はい、ご覧いただいている通りです。外観はですね、このビデオと画像でたくさんアップしてますので、客観的にですね、どうぞご確認いただけましたらと思います。はい。で、レンズですね。レンズも大変綺麗なんですね、今回ね。前玉、後玉、ともに擦れ傷、ひか傷、コーティングの剥離、摩耗もなく、大変綺麗な状態キープしてます。はい。ご覧いただいている通りですね。中玉にももちろん、曇り、カビ、バルサム切れ、チリ、ホコリも見られない状態ですね。ここまでのですね、アンダーミリオンで綺麗な状態っていうのは、僕も初めて見たぐらい綺麗な状態ですね。ぜひおすすめです。で、絞りの動きも滑らかですね。羽の痛み、油の乗りも見られない感じです。振動もスムーズですね。このロックもしっくり効いてますので、絞りを動かしてもグラグラ動いたりしませんね。ピントのヘリコイドもちょうどいいトルクですね。いっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いておりまして、無限ロックもしっかり効いてます。動きムラとかですね、グリス切れは全く感じられないですね。付属品が、こちらのリアキャップと、フロントキャップ、はい、になっております。はい。ということでですね、大変レアな、状態もいい、ズミクロンの 50mm 振動タイプトリウムレンズアンダーミリオンですね。このままでも、撮影していただいて全く問題ないですね。非常にいい状態のレンズですけれども、念のため、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。では、ズミキロン 50mm の、振動タイプ、トリウムレンズですね。アンダーミリオンの大変レアな個体になっております。はい、白黒、モノクロですね、を撮影すると非常にですね、いい映像で撮れますので、ぜひチェックしてください。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。